デビーさんがアルテミス召喚できるんだって。必ず一番いいランクのアルカナが出るガチャっていうのがあって、そうそう、あの SS 必ず SS のアルカナが出るんです、うん、それを今からやってくれるんですか。そう、もう押しちゃったからあと押すだけ。キャッシーさん、ミシミシぜひぜひ、これがガチャなの。本当にいいの、私が押して。あ、押したいんでしょ。早くやれよ。やれよ。いいよ、押す押す。あっさり。何が出るかな。おお、すごい。とてもね、綺麗、見やすいこの携帯で見る。楽しい。おお。誰だ？おお、リンドブルム。めっちゃイケメン。どちらさんどちらさん。かっこいい。誰？誰なの？キャラクターの説明から始めるとすごい時間かかるんですけど。キャラクターか。ざっくり言うとイケメン。あ、なるほどなるほど。自分の戦闘能力になるってこと。そうです。自分で刺激できるんですけど、14番まであって、はいはい、ロコは12番なので、うん、強いです。14が一番強くて、そうなんだ。そうなんだ。まあ、ざっくりとですけど、今ねこの人ねうち B ランクしか確かいなかったから、そうなんだ。すごい良かったね。一気に進化しましたね。良かったでしょ。良かった。すごい、そうかっこ面白かったでしょ。面白いよ。まあ、キャシーのワンタップでこう出てきた。出たですね。そう、キャシーさんも始めれば、うん、あのアルティメス召喚できるよ。できますよ。始めないよ。あ、じゃあ答え合わせ見ます。何度だって押してやる。答え合わせ来ました。何の。あれです、サンリオの。あ、お、何何教えて。サンリオの、あのなんかこう人気投票ランキング、はい、2016年サンリオキャラクター大賞の1位を取るのは、なんだろう、え、ゴロピカドン、キティちゃんって思うでしょ。いろいろあるんですよ。キティちゃんだけじゃないと。これやね。じゃあ答え合わせみんなで見ましょう。ごめん、私も見ちゃったから。え、そうなの。今あの来て見てたから。まあでも案の定かなって感じではあったけど、まさかの1位がポムポムプリン。プリン様。ちょっと待って。知らないです。ポムポムプリン。あなた今おーって言ったけど、ポムポムプリン知らない。いや、知らないおーなんだけど。え、本当にあの黄色いこういう。わかったわかった。こういうやつですよ。え、でも待って待って、時代は変わった。え、2016、今年の人気か。はい。で、ちなみに2位がシナモロール。え、わかんない。わかんない。ポムポムプリンが807,389票で、シナモロールが73,207票。3位がマイメロディー632,642票で、4位グレタマ、5位ハローキティ、6位リトルツインスターズ、キキララですね。で、7位がヨシキティ。ヨシキティ、え、ちょっと待って、なんかハローキティとかもう少し上、ヨシキティ、ヨシキティ、不動じゃないの、ね、不動の1位じゃないんだ。あ、でもその、うん、結構その前まではキティちゃんが強かったんだけど、そのなんかで3年前くらいから徐々に、うん、あのキティちゃんじゃないキャラクターがこう、うんうんうん、ランクインするようになって、うんうんうん、なんだっけ、なんか前が、前それこそマイメロとかが毎回上に来てたりしてたんですよ。そう、だから今回1位ついに何が来るか何が来るかっていう話をしてて、あれでも、ね、鳥ちゃんがすごいマイメロをしてて、そう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 、私マイメロも実は予言してた。お前この野郎。ちょっと私はそう、ずるしたやつ、ずるして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 ずるって言うでしょ。俺もねプリンかけてたんだよ。え、じゃあ、じゃあいいじゃん、当たったじゃん。私当たってないんですよ。マジで1位シナモロールだと思ってた。俺プリンも来ると思って、自信ありマックス金額はあのなんだっけ、シンガンクリムゾンズにかけてたんですけど、うんうんうん、イケメンがいっぱいいるやつですよ、うんうんうん、今来るだろう、女の子たちが押すだろうって思って押したら違ったんですね。この間サミーがさ一押しだったあのなんとかドン、その話しちゃいます。あれは何ぐらい、私今調べておりまして、ゴロピカドンというキャラクターが、うんうん、いました。よく知ってんな、サミー。サミーさんの大好きなゴロピカドンは36位でした。でもさ、え、合計何人くらい、らんてかそのいた中の36位なの、ゴロピカドンは。最後100ですね。あ、この中だと分かんないけど。そんなにキャラクターいるの、うん、ってか、ね、こういう知識が入ってくるのが、もっといるのかもしれないけど、書いてある場合。